ら早く金貸せって、後で返すっつってんだろうが。困ります、勘弁してください。こちゃこちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。おい、なんだよ、見てんじゃねえぞ。俺、おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え、だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。田んぼ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと、ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ、おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って、おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ねえ。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、ありがとうございました。は、いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな、あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、
こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けとからだ。それまでに俺も少しは気を抜いてさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちったあ変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんさ、肩着のくせしてアコキな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全て。ちっ、分かったもん。それより飲みに行くんじゃなかったんだ。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。行くぞ。危ないじゃないの。よかったじゃん。おい、そんなに急ぐな。おい、キリュウ。おい、そんなに急ぐな。おめえ、この辺りの店ちゃんと出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。お前ふざけんなよ。
行くぞ。さあ行くか。相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この官房長って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか。
錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。あ？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日、後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけど。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それはなんだよ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道いるならどんな手使っても持ち上がらなきゃ意味がない。違うか？なるほど、そうかもしんないな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前、この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど。なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺はおやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜ。なあ。分かった、今日はとことん付き合うぜ。
だろう。知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろうなあ。よせよ、そんなわけねえだろ。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。行くぞ。今何してんの？前から思ってたけど、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だよ。下がぶりしてなんとかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあ、そのうち俺ら二人8匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だ。だな。やつの親父腕上げたんだよ。ここは熱いな。な、おい、なんだよ、全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、
警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。ん？カムロ町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。もう俺が取り立てたやつだ。おい、お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。はあ、早速呼び出した。事務所に電話してくれ。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな。お前まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ、そもそも半年前おやさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり敵発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、3人の若頭補佐の1人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやっさんを殺に撃ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこになんとやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろ。そうか、そうだな。分かった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまん。